一歩先行くマーケティングの、この配信では一家の大黒柱の私が企業やオンラインで稼ぎたいけどなかなか一歩が進めない人に向けて、ちょっとしたマーケティングのコツをつかむことでビジネスも人生ももっと楽しくなる考え方をシェアしていきます。こんにちは、下坂恵理子です。今日はいかがお過ごしでしょうか。さあ、実は今日私誕生日なんですって日上恵美に言ってみました。はい、誰かお祝いの言葉くれると嬉しいです。Facebook ではね、なんかたくさんねお祝いのなんか言葉と、なんか直接メッセンジャーをねなんか送ってくださる方がなんかいっぱいいて、まだお返事返してなくてすいませんが、はい、いや本当に誕生日でしたね。はい、というわけで、ね、この後ね、なんかちょっと家族でご飯をお家でね食べることになってますが、はい、今日私誕生日ですというご報告でした。はい、というわけで今日はですね、今日のテーマはちょっとあれですね、お金になるコンテンツを作る方法をお伝えしようと思います。コンテンツっていうのは何かっていうと、まあなんかね、私も最初コンテンツって聞いた時に何っていうふうに思ったんですが、まあ、価値というか情報かな。コンテンツって言うと難しいですよね。情報でもちょっと、甘いし、まあ、コンテンツはコンテンツか。はい、Facebook 投稿にもなんかコンテンツってわざわざ書いて、これはコンテンツですよっていう風に知らせて情報を出している方もいらっしゃいましたが、まあ、コンテンツとは、そもそもコンテンツとは何ぞやっていう風になるんですが、私のこのねポッドキャストもある意味一つ一つがコンテンツだし、 YouTube もコンテンツだし、あとUdemyとか、あと私のオンライン講座とかもコンテンツっていう風になると思います。でその中でいろんなコンテンツがありますよね。SNS 投稿ももちろんコンテンツになりますが、いろんなコンテンツがあるんですけれども、それらってお金になるコンテンツ、お金にならないコンテンツがあるってお気づきでしょうか。例えばお金になる、まあ、もちろんね全部がビジネスにつなげようとしているので、遠くすればというか、必ずお金には結びつくので、そう考えるとみんなねお金になるコンテンツじゃんっていう風に思うかもしれませんが、じゃ例えばねインスタ投稿を1日だけやったところで、それをね、じゃその1日だけのインスタ投稿をお金を出して買いたい人がいるかって言ったら、それはいないですよね。それらが積み重ねなって、あこの人いい人だなっていう風に、いい人っていうかためになるなって思ってもらって、プロフィール欄に来てもらって、この人の商品なんだろうって興味を持ってもらうっていうところがになると思うんですけれども、これがインスタなんですね。じゃあ YouTube はどうかっていうと、 YouTube の場合ね、価値ある動画ね出したりして、10分ぐらいでねすごい分かりやすいっていう風になるんですけれども、これもねなかなかそこから一回それを見ただけじゃね、なかなかその YouTube をじゃあねいくらで買いたいかっていう、買い取りたいかって言った時に、まあ、YouTube は無料で見るものっていう風に思っているので、まあその10分のね動画をお金を出して買うっていう人はもしかしてあんまりいないかもしれませんよね。じゃあブログ記事はどうかっていうと、まあ、最近ねこのノートとかブログ記事をお金売ることができるとかできているので、もしかしてこれはね文章をこうやって長い文章書いて、そこに情報をね詰め込んでコンテンツとしてお金を、まあ、それはね結構980円とかねで、まあ、高いと1万2000円とかでね売られていたりねしますけど、コンテンツになりますね。なのでこういったブログ記事はじゃあねコンテンツになるっていう風に分類されるかなっていう風に思います。でじゃあ他には何かというと、じゃあこのポッドキャストはどうかってことですよね。ポッドキャストってね基本的に、まあ、みんななんか聞き流したり通勤の時に聞いてくれてたりするので、まあ、例えば私の今回のねこのポッドキャストにお金を出す人がいるかと言ったら、この10分にね100円でも出す人はもしかしていないかもしれません。ただこれがね例えば有名人だったり、有名人がそこでしか話さない、話題のを聞けるポッドキャストだとしたら、でそういうなんかサブスクであったりしますけど、そういうのはコンテンツになる、お金になるコンテンツになるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあここまで話してきたんですけども、インスタ、 YouTube、 ブログ記事、ポッドキャスト、ね、ここまで話してきたんですけれども、まあ、お金になるコンテンツ、ならないコンテンツがあったんですが、でもまだちょっと弱いわけなんですね。なんでかっていうと、そこに価値が
見えづらいからなんですね。 YouTube はね無料だから、そこになかなかお金を出すという価値を付け加えるのは結構難しかったりします。でブログ記事もウェブ媒体なんで、でこれが本とかになるとお金を出すっていう風になるかもしれませんが、ウェブの記事って基本的に無料ですよね。なのでそこにねプラスの情報としてお金を出すっていうことはあるかもしれませんが、まあでもとはいえね、まだ弱いかもしれません。で今私本って言ったんですけども、本ってすごくて、本っていう形になっているだけでなんかみんなそれ、まあ、最近無料雑誌もありますけれども、それはさておき、例えば書籍の形になっているものをまさか無料でもらうって逆に思わないですよね。このように本っていう形になっただけで、例えば私が今喋ってるポッドキャストの内容だとか YouTube に出してる内容を本っていう形にした瞬間に、お客様はあ有料だよねっていう形頭になるんです。つまりお金になるコンテンツになるっていうわけなんですね。これすごくないですか。私これに気づいた時に、あじゃあ最初からお金になるコンテンツ作ればいいんだっていうふうにね普通に思いましたけれども、要するにお金になるコンテンツっていうのはそういった情報がまとまっていたりとか、学びやすい体験にしてあると、そこに価値が生まれるわけなんです。でということは、じゃあオンライン講座ですね。オンライン講座って何かっていうと、例えばなんか他の方が説明してたんですけど、チャレンジですね。子どもが真剣ゼミっていうね学習するやつがあるんですけど、あれもオンライン講座なんですね。あと、ユーデミはもちろんオンライン講座なんですが、ユーキャンとかね、ユーキャンをオンラインで学ぶとかもオンライン講座になるわけです。まあ、つまりオンライン講座というふうになれば、いや有料でしょっていうふうになるわけです。要するにそこには有料級の情報があると思っているし、学んで自分が知識を得られるっていうふうに思っているから、もう必然として人はお金を出そうっていうふうになるわけです。つまりお金になるコンテンツになるってことです。まあ、そう考えると、書籍を出すとか、オンライン講座を出す、講座を出すっていうふうなものはもう必然的にお金が取れやすいっていうふうに考えていただければいいかなっていうふうに思います。だからこそそういったね、例えば Kindle が無料とかいうキャンペーンをするとみんな買ってくれたりして、もう要するに普段それだけの価値があるものが今だけ無料なんだっていうふうになったら、まあ、手に取りますよね。なのでそういったところで、やっぱり商品にはね価値をつけないと人はね動く、買おうとか入手しようっていうふうに思わないので、やっぱりねお金になるコンテンツを知っているっていうのはすごく大事かなっていうふうに思います。はい、というわけで今日はね、お金になるコンテンツを作る方法というふうに、作るっていうか、まあ、知る方法かな、 お金になるコンテンツとはということをお伝えさせていただきましたが、まさにね私がプロデュースとかのクライアントさんなんですけれども、全部プロデュースさせていただいた電子書籍がですね、なんかすごい数売れたっていうふうに言っててびっくりしたんですけど、で先ほど見たらね、もう1位を獲得していて、 Amazon の全体的なものでも11位ぐらい獲得していたので、でちょっとねさっきも別の私の企業仲間ビジネス仲間にちょっとそれを見せたら、なんかすごいこの書籍ねしっかりしてるねみたいな、なんかすごいですねみたいな風にね言っていただいて、やっぱねそういうところでも、なんでしょうね、形として目に見えやすい価値を付け加えることができる書籍ってことで、まあ、これはね本当にお金になるコンテンツだなっていう風に思っております。はい、まあ、というわけでこういったね知識があるとないだと、もう延々とね SNS 投稿を作り続けてしまったり、お金にならないものを作り続けて資産にならないとかなってしまいますので、まあね知った上でやる分にはいいんですけど、知らないでねもがき続けるのはちょっとあまり良くないので、ぜひねコツとして知っていただければと思います。はい、それでは今日はお金になるコンテンツとはというところをお話しさせていただきました。はい、また明日も配信していきますので、気に入っていただいたらフォローしていただけると嬉しいです。はい、それではまた、バイバーイ。